小川和久は、日本の軍事アナリスト。特定、非営利活動法人国際変動研究所理事長。静岡県立大学グローバル地域センター特任、教授。熊本県足北郡出身。中学校3年まで外交官を目標にし、ある国立高校に合格したが、中学卒業と同時に、親が病気を患い、実家が破産したため、中学卒業後。 1961年4月、第7期自衛隊生徒として、陸上自衛隊生徒教育隊に入隊。陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦文校にて、航空機整備を学ぶ。並行して、神奈川県立湘南高等学校通信制で、閉学し、卒業資格を取得。1971年2月、日本海新聞に入社。その後、 同社の労働葬儀の煽りを受け倒産し、新しい経営者と相入れないだろうと見立てそのまま退社。同年4月、同志社大学進学部に入学し、当時関心のあったキリスト教の精神世界を勉強する予定だった。しかし、間もなく教授会と喧嘩し、授業料を払わなかったため、同年5月除席。除席後、上京し、同年10月、講談社に移籍。 週刊現代の記者となり、主に政治問題と社会問題を担当。35歳を目の前に体力的に持たなくなることを想定し、1984年3月、講談社を退社。2013年12月14日、北海道札幌市での講演にて当時から、軍事問題に関しては防衛庁記者クラブに所属する記者に、 レクチャーできるくらいの基礎知識が備わっていたことと、軍事評論家という肩書きの人間は当時から何人もいたが人格、指揮権ともに優れた人物は限られたので、これなら俺でも飯を食えるなという動機不順な考えから独立し、日本で初めて軍事アナリストを名乗った。欧米では常識の軍事アナリストがこの時点まで日本には存在していなかった。 1992年10月、株式会社危機管理総合研究所、代表取締役研究所長に就任。2003年2月、梅林博道が代表をしていた当時、NPO 法人ピースデボのアドバイザーを担当。2008年7月、特定非営利活動法人国際変動研究所を立ち上げ、理事長に就任する。2012年、静岡、 県立大学グローバル地域センター特任教授に就任する。1996年4月、橋本龍太郎首相が普天間飛行場返還を政治主導で決着させた際の当事者の一人である。当時、日本政府は普天間返還を米国に拒絶されたことから、同年4月16日の日米首脳会談においても共同声明に 継続的に協議するとの文言を盛り込むのが精一杯との認識だったが、小川は自民党の委員の一人として第一ラウンドでダウンを起死したからといって、それで試合終了ではないと山崎拓政調会長に進言、政治主導による仕切り直しによって普天間変換が合意に至った。その経緯と事後の展開について小川は2008年2月号の中央講論に衝述している。 2010年春には、鳩山幸夫首相から首相補佐官就任を要請され、普天間飛行場移設問題について、ワシントンで米国政府と協議を進めたが、鳩山首相の退陣で成果を具体化することができなかった。ワシントンにおける小川の言動は、日本政府の公電で報告されている。小川は機会を見て、経緯と詳細を公表するとしている。 普天間飛行場問題については、小川は1999年7月、野中博武官房長官から、やはり首相補佐官就任含みで、沖縄振興開発審議会専門委員として、解決を図るよう指示され、北部自治体主張や反対派リーダーと協議、解決の道筋が見えたが、野中長官の中止命令で作業を中断。これも、先日の中央公論で触れられている。 普天間基地移設問題においては、カデナ飛行場統合案、グアム移転案、海上ヘリポート案のいずれにも否定的であり、普天間返還合意直後の1996年6月から、キャンプ反戦移転案を主張している。2005年には、地域政策史での対談などで披露し、2010年には、この一冊で全てがわかる普天間問題の中で、一例として、持論を紹介している。 いずれも内容は、キャンプ・ハンセン内に、海兵隊専用飛行場を新設するもの。小川のキャンプ・ハンセン陸上案は、海兵隊大社軍の地下にある旧米軍、チム飛行場後に、普天間飛行場に近い2500メートル級滑走路を建設しようとするもので、これであれば、海兵隊の訓練に支障が出ることはない。日米両政府が検討したとするキャンプ・ハンセン陸上案は、 小川案とは全く異なるもので、訓練場の空き地に滑走路を建設することを前提としており、訓練に支障が出ることを理由に、米国側から否定された。小川は、日本政府が実行すべき、第一は、普天間飛行場の即時閉鎖による危険性の除去だとして、キャンプシュワブに、ヘリ部隊のための仮の移駐先を建設し、一時的な移住を行えば、 普天間飛行場における危険除去は遅くとも1ヶ月以内に済むし、その時点で普天間飛行場の閉鎖、つまり危険性の除去を実現できるとしている。この一時的な移住であれば、海兵隊の航空部隊と地上部隊の訓練は支障なく行うことができるし、有事への即応能力は損なわれない。なお、1996年夏の時点の小川案では、最終的に、 カデナ飛行場を沖縄の経済的自立の柱とする目的でアジアのハブ空港化する構想も提示されている。小川はキャンプシュワブ沖を埋め立てるヘノコ移設案に反対しているが理由としてヘノコ案は海兵隊の作戦所要を満たさず普天間返還のみならず沖縄の米軍基地の整理、統合、縮小の実現につながらないことを挙げている。同時に森谷が 中央公論2010年1月号に寄稿した記事などと同様地元建設業者の利権と海の環境問題を挙げている。小川は県内移設を日本と沖縄の安全保障上の必要条件とみなし、日米安保徹底活用せず、どこの国とも同盟関係を結ばない、武装中立に進んだ場合、防衛費の負担は3から5倍を必要とし、沖縄における 自衛隊の基地も、相当に強化しなければならない旨を主張している。ABCDE 教員情報詳細、静岡、県立大学教員データベースハット ABCD、講師のご紹介、ABCD 気候エネルギー総合工学ボリューム24ナンバー4に AB メルマガ筆者インタビューマグスペ、ニュースを疑え、筆者インタビュー、小川和久第三章 沖縄米軍基地問題解決へのシナリオ、日本側が備えるべき、カードヒューマンセキュリティ総監号東海大学、平和戦略国際研究所、沖縄の自治と、米軍基地、地域政策2005年周記号。ありがとうございます。